こんにちは、6メガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、アヤナです。黄金の1週間前に最新ロックマンのセール情報を語ったが、また公式側がセール情報を発信したので、ここで発信する。最近セールとか、新グッズ情報多いね。本当は X チャレンジハードのゆっくり実況や、スマブラのロックマンモチーフステージ紹介第2弾の動画や、東宝最新作の体験版の動画を作りたいのだが、公式の出した情報はなるべく早い段階で伝えたいからな。速報性を重視してるのね。俺はロックマン専門のインフルエンサーになりたいのさ。この時期にインフルエンサーはないんじゃね？違うわよ。インフルエンサー、世間に与える影響力が大きい人物のことよ。俺のチャンネルはまだそれほど大きな影響力があるわけではないが、いずれはファンじゃない人間をも動かせるようになりたいと思っている。っていうか今さらっと口にしたけど東宝の体験版のゆっくり実況やるのか？このチャンネル、聞いてはすべてのゆっくり動画の、元の元となったゲームシリーズだからな。東宝がなければ、このチャンネルも存在してはいない。いやでも東宝の素材使っとらにゃん。たとえ使っていなくてもだ、原点たるゲームシリーズとその制作者に、敬意を表したいと思う。なるほど。さて前置きはこの辺にして本題に入ろう。今回のセールは現在プレステポータブル、プレステビータでダウンロード購入できるロックマンシリーズだ。今回はそれらを軽く紹介する。意外なところがセール対象になっているみたいだね。どうやらカプコンさんはあの4作品を見捨てるつもりはないようだ。現在携帯プレステシリーズでダウンロード購入できるロックマンシリーズが全て300円で購入することができる。300円、当然1本ずつの値段だ。ラインナップはもうわかったわ。まあその4本しか出てないしな。ちなみに今回紹介するセール対象商品を購入する場合はプレステポータブルと Wi-Fi だけでは購入できず、パソコンかプレステ3を USB か何かでプレステポータブルやビータに繋げる必要があるので、そこだけ留意していただきたい。めんどくっさいね。またプレステポータブルのストアは終了してだいぶ時間が経っているから仕方があるまい。具体的な購入方法も述べておこう。パソコンから公式のプレステネットワークに自分のアカウントでサインインして、目的のゲームを購入したらプレステポータブルやビータで同じアカウントにサインインする。そうするとダウンロード可能なリストに購入したソフトが加わっているので、あとはダウンロードするだけだ。というわけで、一本目はロックマンダッシュだ。ダッシュダッシュ、あやちぃが露骨に元気になり始めた。ドラクエみたいな実況はやめろ。ロックマンダッシュは1997年に世に送り出された、ロックマン10周年記念作品だ。初代ロックマン、ロックマン X に続く、3人目のロックマンだな。この作品は数あるロックマンシリーズの中でも非常に珍しい 3DRPG で、スーパーマリオ64の1年後に発売されたゲームだ。当時はまだ存在していなかった、いわゆるオープンワールドゲームの先駆けとも言うべきゲームと言えるだろう。この1年後に発売されたゼルダの伝説、時のオカリナより早く発売され、ゼルダで有名な Z 注目とほぼ同じシステムを搭載しているのも特徴だ。キャラクターはタイムボカンや天空の城ラピュタを連想させるようなデザインや設定で、悪く言えば地味、よく言えば素朴で温かみがあると言える。この作品で古文が生み出されて、結構高く評価されたのよね。後にカプコンの顔として色々出張するようにもなったしな。現在外伝作含めて3作品が発売されているシリーズだが、全て売り上げが悪く、ロックマンシリーズで数少ない赤字作品であると言われている。出来の悪いゲームじゃないのにね。海外では北アメリカ、ヨーロッパ含めて50万本以上売れているから、決してファンがいないわけではないんだよな。やはり日本の売り上げを重く見ていたのかもしれないな。ゲームの出来で評価されるのは日本より海外ってことなのかな？その辺はよくわからないが、傾向としては海外の人の方が、ゲームを見る目はあるように思えるな。話を戻そう。3D ゲームがまだ世の中にあまり浸透していない時代にあって、動作が非常に気持ちよく作られているため、動かすだけでも十二分に楽しい作品だ。アクションゲームではあるが、RPG の名称通り、時間をかければ強くなれるのも特徴だな。ちなみにスピンオフ作品として敵役のトロンボーンを主人公に据えた、トロンに古文というゲームもある。こちらは現在ゲームアーカイブスで本当に配信されているため、ダッシュシリーズが楽しめたなら、遊んでみる価値はあるだろう。わざわざ、本当にとか言わなくても、前回間違えてしまったからな。ちなみに後に発売されたデッドライジングというゾンビゲームを制作していたスタッフは、ロックマンダッシュ3のつもりで作っていたという発言がある。開発スタッフの中にも、ダッシュ3を作りたい人がいたのね。残念ながらダッシュ3は開発中止によって幻の作品となってしまったが、当時フリーペーパーで存在していた 3DS のソフトのカタログには、本作の名前が存在していた。今となっては少々虚しいがな。ダッシュ3、私はいつまでも待つわ。あとどうでもいいが、本作にはロックマンエグゼの元ネタとなったキャラが何名か存在している。え？そうなの？綾野浩二ヤイトの元ネタになったヤイトはまだわかりやすい方かもしれないな。本格的なレビューについてはまた別の機会に譲って、次へ行こう。次は、ロログマンだ。なんなのこの名前？ロックマン。ロックマンは、プレステポータブルで発売された初代ロックマンのリメイク作品だ。すべての始まりである初代ロックマンは、容量の都合で2体のボスが削られたが、キャラクターはポップなデザインがなされ、低年齢層を意識したのだと思われる。本作ではオイルマン、タイムマンといった2体のボスが追加されている。本作の最大の特徴は2つ。
一つはプレイアブルキャラクターが非常に多いことだ。ロックマンだけでもデフォルト含めて4バージョン存在する上に、ボス8体、ブルース、ロールちゃんも衣装チェンジを含めたら、13種類もプレイアブルキャラがいることになる。ちょっと多くない？多いんだよ。操作できるキャラクターだけで言えば、12体もいることになる。これにロールちゃんの衣装チェンジを含めたら、さらに12人増える計算になる。この大ボリュームは恐れ入ったよね。正直力の入れすぎ感が否めないが、制作陣の気合が伝わってくると言えるな。ちなみにロールちゃんの衣装やブルースは、公式ウェブサイトにアクセスすることでダウンロードできる。このウェブサイトは今でも健在なので、遊び始めてすぐにロールちゃんとブルースでプレイなんてのも可能だ。もう一つの特徴っていうのは？この作品はロックマンシリーズで唯一、ステージエディット機能が存在するということだな。スーパーマリオメーカーみたいな感じ？そう、海外では8ビット、すなわちファミコングラフィックでメガマンメーカーが作られているが、この作品は事実上、公式が開発した唯一のロックマンメーカーであるとも言えるだろう。恐るべきことに今でも作品が投稿されている。PS の Wi-Fi サービスは終わっちゃってるのに、プレステポータブルとかはそうでもないのね。キャラクターのダウンロードも兼ねているから、やめるにやめられないという事情もあるのかもしれないな。いずれはこのステージエディットで作られたステージをプレイする動画を作りたいものだ。それでは次に行こう。次は、イレギュラーハンター X だ。こちらもロックマン同様、ロックマン X のリメイク作品だ。これまでのシリーズで声優が固定された、X、ゼロ、シグマはもちろん、8体のボス、ライバル枠のババにまで専用に声優がついてる。このゲームの少し前に発売されたロックマン X8 のババは、シグマ役の麦人さんの加工ボイスだったのだが、本作では別の声優さんが担当している。やっぱりあの妙なボイスは不要だったのかな？個人的にはあれはあれで結構好きなんだがな。人間臭さがなくなって、よりイレギュラー感が前面に押し出ている感じが好きだったりする。とはいえこの頃のババにはそぐわないのかもしれないな。別の動画でも言ったが本作ではザ・デイ・オブ・シグマというオリジナルアニメが鑑賞できたり、ババが操作可能なプレイアブルキャラクターとして使うことができる。ババの性能は X とは全く違ったものとなっており、非常に新鮮な気持ちでプレイできることだろう。またボス戦前に X やババがボスと会話をするため、セリフの分量はかなり多い。特に X 編では1周目と2周目以降で会話の内容が変化するため、その変化を楽しむのも一興。ぜひとも楽しんでほしい。さて、これで全ての携帯機プレステのロックマンは紹介し終えたかな？改めて振り返ってみると、売り上げという面では良くなかった作品ばっかりだね。ダッシュは元から、66とイレハンは X7 の後だったしな。どれも完成度の高いしっかりとした作品であることは間違いないんだが、X5 以降のシリーズで、アクションロックマンのファン離れが起こってしまったんだろうな。それが後の作品にまで尾を引いてる形になってしまったんだろう。もはや呪いみたいだわ。まともに宣伝もされなかった。たしな。これらのロックマンたちは、だが今回のセールを機に触れてくれるファンが増えることを願いたい。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。